3度目ぐらいしましたね。そうそうそう。あの、外人の人とかも多いんで、結構ね、あの、やっぱ、わーっと背の高い人もわーっと多いんで当てだったんですけど、ね、そんな中の人気を上げてましたね。耳がピコンって出て、ウィーって感じで、ね、あったりしましたね。他の皆さんも。まあ、もう歴戦の猛者たちが。うん。ちょっと、ちょっとそれこそ、星忍者行った時にですね、ふぐちゃんもいましたし、あ、そうだ、身振りが行ったら、もう完全に、隊員さんが、ハッピー来て、いらっしゃい、袴着て、いらっしゃったり してました。すげえな、って。まあ、ガチ勢が揃ってんな、まあ、そりゃね、全国から京都に行く、ね、イベントに行くって言ったら、まあ、ガチ勢になってくるんだよね、っていうところでね。いやー、やっぱしこれはね、四日市もやはりやるしかない。ね。まあ、ね、京都と島市でね、これだけ当たってるんですから、これ四日市もやらないわけにはいかないな、と。ね、幸いなことに、やるきっかけはありますからね。さあ、なんとか、上回れ、四日市聖地流になるのやるね。ウイスバリやってくるんだったら、もう俺はもう大歓喜ですけどね。っていうところだったりしましたけど。まあ、そんな感じで、明日、どこだったっけ。全8カ所なんで、まあ、5カ所回りました。で、あと3カ所ね、その、我らがスバルの、漫画ミュージアムと、ラプス様の、ところが、どこだったっけ。美術館、京都美術館ですね。この2つと、で、最後に、高島屋ですけど、まあ、どうもだいぶ売り切れてそうなんでね、グッズの購入が、そう、あの、季節から、今回全然グッズがね、買いじまいで終わっちゃったんでね、今のところ、ちょっと2日目、グッズが購入できるのか、なんなら身振りが朝一でチラッと見てきた気もするけどな、っていう感じですね。うん、身振りに関しては、あの、売店の営業時間が早いの忘れとって、行ったらもう閉まっとったっていうね、あれだったんでね。いやー、ちょっとそれあたりとかもね、対応しながらやっていきたいなと思います。まあ、という感じでね、まあ、速報って感じで、これだけ入ってると思いますが、全部ね、買ってれば、これはまた本編のところでやろうか、っていう感じで、ね、まあ一応ちょっと、見てるから、コラボでやってないね、いろいろちょっと作るになるの。ブランドなんか、お稲荷さん、手ぬぐいとかね、あの、ガチモノ神社のグッズとかはちょっと、現地で買わせていただいて、いいなっていうのはね、ちょっといろいろ買ってきたんで、またそれも、彼氏さん、今からチラッと見せちゃう。こんだけ入れるのは大変だよ。あ、何だっけ？あ、そうだ。もしかしたら閉まないといけないから。あと、これは、鴨川神社で買ってきたね。あれですね。結び守りということで。結びたいご縁が結ばれるということで、恋愛のね、あれにいいらしいんですけど、ちょうどね、当時とも実はね、あの、結納式やってましたね。あの、息子さんがね、いらっしゃって、すいません、ちょっと、あの、道をお分けくださいって、まあ、観光客をね、ごった返してますから、ちょっとお分けくださいって、わーって言って、何かなと思ったら、結納の出たら、フォーダーのキツネでも読み入りみたいな、あの、本当に肩さして、うーっていうのが、スーって持ってきてて、ね、まあ、ちょうど今日はね、青空もね、晴れてる、超快晴だったんで、ね、あの、最高じゃないですかっていう、いいものを見させていただきました、ということで、ね、じゃあ、普通のね、もう、たくんもね、このアラフォーのおっさんでございますけど、いや、違う。これはね、縁結びっていうのはね、あのね、恋愛だけじゃないですから。皆様、視聴者様とも縁もね、結ばせていただきたいと。そんな必死でございますよ、もちろん。チャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。っていうね、やつでございますね。カムカム神社で買ってきて、でも、あ、それで、あの、カムカム神社で、お手拭き。あれね、あの、お手洗い借りたとき、あの、ガッチャンコってあの、ティッシュペーパー購入するタイプね、やってたんで、それ買ってきましたよ、というの。2個セットになったんですね。で、これは、伏見稲荷で買ってきた手拭いですね。こんな感じで着て、ね、と、千本鳥が有名なんでね、のデザイン、感じになってます。ふわっと、こんなようなデザインになってるのが変わって、いいじゃん、キツネさんとしていいですね、というので買ってきまして。あと、これは、これは、ぬいぐるみが入ってきてやった。
ビブリアの媒体にしまってたんですけど、ビブリアのすぐ横にね、旧前川邸か、っていう、これまたあれですよ、新選組みたいなところで、で、なんか、ちょっと鎌口のね、小銭だったら、小銭がちょうどいいや、っていうんでね、私の探しとったんで、小銭を買ってきました。行った具合でございました、ちょっと。行ったところですね。こんなところかな。うん。そんなもんかな、あったかな。で、これをね、とりあえず、レターパック用意してあるんで、レターパックでパッと送ってね、対応しておこうかなという感じでございますね。まあそんな感じの1日目でした。2日目は撮るかわからない。2日目だ。これしたまた、そのまま仕事がね、ありますんでね、ちょっとどうなるかわかりませんけど、こんな感じでね、ふらふらっと、まあ明日もね、まあとりあえず全箇所ね、一発2日だとね、いろいろ看護しながらもね、全部回りますんでね、いいですよね。ということでね、まあ明日もちょっと頑張ってやっていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まだ細かい内容はね、本編動画か、お盆ぐらいかな、2024年のお盆ぐらいになるのかな、ゴールデンウィークの値段上げれるかな、どうかなっていう感じで上がると思いますので、どうぞよろしくお願いします。その前にね、なんか大阪メトロを回った動画と何が残ってんだ、岡崎行った動画と、あとなんだ？あ、美濃太田とか、ぐるっと、立ち見とかぐるっと回ってきた動画と、あれ？あと何が残ってたっけ？もう安心してくらいか。北陸だ。富山、姫路とかぐるっと回ってきたりとも、あれも相当回数あるぞ。頑張って作っていきます。ということで、この動画これぐらいで締めさせていただいて、あとは、ぼちぼち撮っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。